お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。結構お疲れ様、ありがとうございます。生誕祭前夜、え、そうなんですよ。生誕祭明日、そう、生誕祭なんですよ。楽しみ。イエーイ。来る人、来てくれる人いますか、生誕祭。めっちゃ楽しみだけど緊張する。こんばんは。行きます。お、行きます。お、ありがとうございます。こんばんは。お、いいね、行きます。お、いいね、みんなありがとうございますね。たくさんコールしてください。お願いします。楽しみ。申し込んでなかった。お、おこ、それはおこ、もうそれはお仕置きですね。はーい。お、みんな来てくれる、ありがとうございますね。みんな全力であやねコールしてください。週の真ん中だけど使い果たしてほしいです。楽しみ、ありがとうございます。キャンセル待ち80番。おお、やばい。外れた。じゃあロビカンでお願いします。夜勤で申し込みもできず。24時間以上働いてるってこと？それやばない？労働基準法大丈夫そう？こんばんは、こんばんは。応援ボード作った。嬉しい、ありがとうございます。やった、ありがとう。そもそも平日は無理。あー、なるほどね。そういう人もいるよね。じゃあ DMM でお願いします。俺もあやねコールしたい、してください。来ないんですか？メール来た。あ、そう、メール送りました。かわいい、ありがとうございます。夜勤は17時から。したら全然昼間に申し込めるやんか。全然24時間のうちに申し込める時間あるわ。明日午後休取りました。ありがとうございます。 DMM ね、 DMM でね見てくださいね。来れない方は。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。やっほー。うちもブラック。かわいそう。一昨日の夜公演行きました。お、ありがとうございます。一昨日、僕隊ね、僕隊ですね、僕隊ね、楽しかったですね。こんばんはね。ではみんな職場、そう、お仕事中か。そういう人もいるよね。ね、こんばんは。まあとりあえず明日は楽しみましょう。お願いしますね。そのドキドキしますね。どうしようかな。なんかどうなんだろう、どうなるんだろうな。そわそわしますね。髪伸びた。そう、髪伸びたんですよ。そう、なんかもうちょっとボブも飽きてきたなと思って、そう、なんとなく伸ばしてます。あやメール来た。そう、あやメール送りました。まさいまゆさんと仲良くしてあげてください。いや、こちらこそ、なんか私でよければって感じですね。そんなんいくらでも仲良くしたいけど。明日はどんな髪型？ね、どうしようかなって感じですね。またいきなり切りそう。確かに、なんかね、急にもう切りたいってなって切っちゃうかもね。来週楽しく、明日楽しく、そう、楽しみましょう。絶対楽しいけどね、めっちゃ楽しいと思います。はい、楽しみましょう。こんばんは、こんばんは。
夏が来ると切りたくなる。どうだろう。もうずっとボブだからな、飽きてきたなっていうのはあるよね。夏が来る、あ、そうそう、夏、それ読んだか。明日楽しみね。楽しみですね。楽しみましょう。イエイ。こんばんは、こんばんは。人生最短？あ、短い時？でも昔かな、小学生ぐらいの時かな、小なんか7、8歳ぐらいの時は、7、8歳もほんと男の子みたいな感じでした。うん、普通の男の子ヘアって感じ。落ちたからオンデマンド。おー、ありがとうございます。そうだよね、やっぱそう落ちる人もいるよね。あ、でも中1の時も短かったかな。中1の時もすごいなんか丸って感じでした。うん、あの STU のココアちゃん、ココアちゃんぐらいかな、一番短い時は。ただいま、おかえり、おかえりなさい、こんばんはこんばんは。男の子カブトムシとか捕まえてた。そうだね、ザリガニとか釣ってたね。ザリガニ釣って木登ってなんとないカエル捕まえてみたいなしてましたね。うん、三つ編みの姉ちゃん好き。あ、ありがとうございます、嬉しい。ね、三つ編みできるようになりました。やんちゃやね。そう、やんちゃでしたね。なんか男の子遊びばっかしてた。なんか仮面ライダーの方だったし、見てたのやっぱりキュアじゃなくて男の子でしたね。なんか、うん、女の子になりましたうん、年を重ねるごとに女の子になりました。ザリガニはあのよっちゃんイカってあるじゃん、なんか駄菓子のあれをつけて入れるの。そしたらイカに食いつくから、ザリガニが。仮面ライダーファイズ、ファイズだっけ、ファイズが一番見てたかも。もうほぼ記憶ないけど、今オタクを釣ってるわけね。あ、うまいうまい。そう、わかんない、釣れてないかもしれない。よっちゃんイカ基本だよね。やっぱそっか、どこのザリガニ釣りもやっぱよっちゃんイカなのかなね。こんばんは。こいつとちくわじゃないのか。え、なんか世代感じる。こんばんは、こんばんは。わいは電王から。ああ、電王ね、電王懐かしい。もうでもほぼ記憶ないよね。もう6歳とかさ、7歳とかだから全然記憶ない。なんかそのオープニングの映像だけちょっと覚えてるね。えオープニングだっけ、なんかバイクみたいなのってさ、だいたいバイク乗ってるか。そうだからベルトで変身ごっことかしてたね。うん、やっぱ電王がなんか人気だね。電王、みんな電王見てる気がする。
何ちゃんに釣られて48 タイムズの年間登録しました。あ、ありがとうございます。嬉しい。来週鬼滅最終回。え、そうなの？早くない？早くない？え、早くない？無限上編は劇場。あー、そうね、絶対そう、絶対映画でやるから。うん、なんかもう前座みたいな感じよね多分今はね。とりあえずあのむいちゃんのあの紹介とおばみつのね紹介をしてって感じよね。そう、とりあえずもうだって自己紹介 VTR だから今やってるアニメは。うん、そうなのよね。最近太鼓の達人やってる。あ、そうだ、あのそう、それで思い出した、あの事務所に届いてたプレゼントいただきました。お手紙とプレゼントありがとうございます。そう、それで太鼓の達人があのプレゼントにあって、そういただいたんでこれからやります。まだやってない。そう、これからスイッチで太鼓の達人生活が始まる。親指のネイル、そう、親指のネイル、猫ちゃんとお花です。かわいい、かわちい。こんばんは。映画の無限城の作画やばそうね。アニメでもやばいのにさ、てかもう進化し続けてるね、映像がもうやばい、すごい。そんなに綺麗じゃなくていいよもうってなる。なんか作画崩壊みたいなさ時代がの懐かしい。明日そのネイル見れる？え、見れるよね、来たら見れます。作画崩壊ワンピースでたまに。あ、そうなの。ワンピースもな、なんかジャンプ読んでるからさアニメ見てないよね全然。今アニメ何やってるの？ワンピース、ワノ国終わった？でも漫画で見て、でさらにもう一回アニメで見るとさらに深まる理解が、あ、なるほどねってなる。あ、そういうことねみたいな、分かりやすいアニメ。頑張ってください。頑張ります、頑張ります。踏み切ってジャンプ、ジャンプ。あ、今週のジャンプ読んでない。え、読まなきゃ、これ終わったら読もう。ワノ国、あ、ワノ国か。うーん、なるほどね。おー、はあはあはあ、あ、そこなんだね、なるほどね。あ、じゃあ全然追いつかれる心配ないね。今のアニメのおすすめ、アマプラ。私が見てるのはスキップとローファー見てるし、あと鬼滅も見てて、あと何見てるかな、なんか、あ、でもあれネタフリ限定だ、ネタフリのアニメだあれ。アマプラでしょ、なんだろう今やってないやつだと、なんかあるかな、何がいいかな。アニメ、ラブライブとかやってないの？アマプラって。ラブライブ面白いよ。推しの子、あ、推しの子ね、推しの子アマプラでやってる。あ、じゃあ推しの子、うん、推しの子、推しの子。小田先生1ヶ月お休みですもんね。あ、そうなのよね、思った。いや、そりゃ1ヶ月ぐらい休んでくださいって感じだよね。あ、もう全然どうぞどうぞ休んでいただいてって感じですよ、もうね。でもあれかな、映画かな、映画やるっけワンピース今。だから映画級かなって思っちゃった。推しの子漫画読んでるから録画まだみたいな。そう、私もそうなの、私は漫画見てるからなんかアニメ後回しになっちゃ
ぴん、そうすっぴんです。イケメンあれじゃない、顔が薄いからちょっと イケメン風なんじゃない。そう、めっちゃ薄いでしょ、薄いから。そう、イケメンありがとう。イケメン祖父、うん、イケメン祖父こんばんは。もう今日から今日中に寝るようにしようと思う。もう今日中に寝てちゃんとした生活を送りたい。うん、うちにちゃんとした生活を送ってるけど、なんかほんと寝るのが遅すぎて、なんかほんと夜に寝て朝なんだけど、朝の朝に起きたい。なんか11時とかじゃなくて9時とか8時に寝たい。あ、違う、起きたい。ちなみに昨日は何時に寝たい？なんか最近だって4時ぐらいに寝てます。でも明るいもん、空。寝るときに、あ、外明るい、やばいって思いながら寝る。4時ってもう朝。そうなの、そうなのよ、朝なの。だから夜に寝たい4時半起きる時間やば。そう、だからもうダメなんですよ。せめて1時とかに寝たい。暴れん坊将軍やってます。え、わかるわかる。そう、なんか、あ、やばい、寝ないとって思うけど、テレビつけちゃった時になんかまずテレビショッピングやってるじゃん、3時台に。で、おはようって始まって、なんか手回すとなんかこうクイズ番組やってて、で、回すとその暴れん坊将軍やっててそう、あ、やばい、もう本当にやばい、これはもう今4時だって思う。わかる、テレビ番組でそう4時だってなる。増田岡田、そうそうそう、増田岡田さんのクイズたまに見ちゃう。なんか結構ちゃんと難しくてね。そう、でもね、そんなことに寝なきゃっていう思い。朝からちいかわリアタイ。え、ちいかわって何時にやってるんですか？ちいかわ見るために起きようかな。別にちいかわ見たくないけど、ちいかわ見るために起きようって思おうかな。4時に寝て何時に起きるの？今日は10時とか用事が、その稽古とかがあったから10時には起きたけど、だから僕隊の公演の日さ、なんか10時集合とかだから、まあ、9時には家出るから8時半とかに起きて、でもその時も4時に寝てたから、その頃やばい、用事なかったら多分12時とか13時とかまで寝てる。もうそれがもう本当にダメだって思って、そう、7時40分。おい、ちいかわ朝早、なんか9時半とかにやってるイメージ、ちいかわ。
お、あやねが大好き、あやね大福さん、タワーありがとうございます。パフェだ、かわいい、パフェちゃん、パフェクマちゃん、ありがとうございます。ちいかわってハンターなの？ハンターなの？へえ、わかんない。いいね、こんばんは、初見です。お、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ラビットは見てない、見たことないな、ラビット。鬼滅で好きなキャラいる？鬼滅は伊之助推し、全然今回出てこないけど伊之助推しです、私は。はい、柱だったら、どうだろう、柱だったら、いや、そのなんだろう、やっぱその過去とか出来事とか含め、いろいろ含め、まあなんかサネミ、もうサネミなのかなって思っていた。うん、これはやっぱりこういろいろ含め、いろいろ考えた結果、やっぱサネミなんじゃないかなって思う。いやでも、あと、もう、いや、でもむいちゃんな、むいちゃんもな、かっこいいよな。そう、みんなかっこいい。まだアニメに出てないキャラ、サネミは出てるよ、一瞬。いや、出た、この間、子供時代。ヴィンランドサガ見た後だと何見てもなんか、何ヴィンランドサガって、めっちゃ聞いたことあるけど見たことない。ヴィンランドサガ、ゾンビランドサガもあるよね。タタ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 タ、お、ツイッターのフォロワーさんが46,000人いきました。イエーイ、なんかキリがいい数字、46,000、ありがとうございます。子供のサネミ兄ちゃん可愛かったね。可愛かったね。てかみんな子供時代に苦労しすぎじゃない？おめでとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あやちゃんは初めての人とは話せるタイプ？その人によるかな。うん、変な人は喋れないけど、普通の人だったら喋れると思います。わかんないけど、うん、そんな特殊なことがない限り喋れます。落語とフェス、はしごできるのかな。できるんじゃない？できる、はしごしようって言ったの。はしごしようっていうか、多分間に合いますよ、大丈夫ですよって言ったの。そうね、あやねちゃん落語だよね、この日みたいな。でも私なんか昼まで終わりますよみたいな。大体そういうのって AKB 夜の方じゃないですかみたいな。じゃあ大丈夫かみたいな。一
けるかみたいな感じでけどどうかわかんない。うん、今日間に合う気でいるんだけど一応。はい、いや間に合うでしょって思ってる。多分落語が3時ぐらいに終わって、フェスは多分最後の方だと思うから、今までの経験上ね、今までやってきたフェスはだって7時8時とかだから、うん、結構間に合うんじゃないかなって思うんだけどね。うんそう、でも私も完全に間に合いますって言われたわけじゃないから、私たちはいけると思ってるけど実際どうなのか分かんないけど、それはもう運営さんに聞いてください。それも運営さんに聞いてください。私は分かりません。こんばんは、こんばんはまテクテク散歩みたい。おー、ありがとうございます。テクテク散歩ね、テクテク散歩良かったですよね。テクだったら間に合わないね。うん、それは間に合わない、それは間に合わないと思う。うん、だって成田だもん。そう、成田はやばいよ。でも東京から東京だからさ、全然大丈夫だと思う。星の王子様の朗読劇楽しみにします。 ありがとうございます。皆さん星の朗読、違う、星の王子様のね朗読劇がアリゲーターのみんなで朗読劇するので、ぜひぜひ来てください。今チケット抽選受付中なので、はい、星の王子様の朗読劇ぜひ見に来てください。お願いします。あと令和落語もね、落語もやるので、一人で喋るのではい、なんか見守りに来てくださいね。そう、みんな見守りに来てくれたら嬉しいです。こんばんは、こんばんは。二人落語はやる、やるやる、二人落語もやる。落語っていうか、やっぱ一人で喋っ、一人で落語みたいなことをする。だからその本場の落語家さんなんかには見せられない、そんなもうど素人のやつだからあれなんだけど、その落語の形式を借りて一人でこうお芝居するみたいな感じのやつですね。みんな落語落語って言うけど、そう、全然一人で喋ってるだけ。なんだ一人でやるやつって感じです。そ、なんかそんな本場の落語家さんと一緒の落語ってなると、本当にやっぱその落語のなんだろう、修行とかされてる方たちとは全然違うので、はい、そこはまあ私が頑張って一人で喋ってるのを見に来てくれると嬉しいかなと思います。こんばんは、こんばんは。楽しみ、そう、楽しみにねしてくれてたら嬉しいですね。私もどんな感じ、なんかでも着物袴着てそうやるから、そう袴着れるのが嬉しいです。
袴かわいい、もう撮影したんですけど、そうかわいかったです。こんばんは、こんばんは。25歳にはほんと見えない。うーん、ありがとうございます、ありがとうございます。それも楽しみね。そう、それが嬉しいです。和服、和服かわいいです。フェスはねちゃん出るから抽選申し込んだ。お、ありがとうございます。夏フェスしましょう。夏だね、もう夏ですね。夏といえばフェスですよ。夏です、はい、夏。うん、落語何かを勉強した方が楽しめるかな。いや、ノー弁でいいと思います。はい、ノー弁でもあの大丈夫です。はい、私がノー弁でも大丈夫なぐらいの喋りを頑張ってやります、頑張ります。夏やな、夏。そう、サマステね、サマステね、やっぱサマステと言ったらなんかね、夏みたいな、まあサマステといえばエイトみたいな感じありましたよね。なんかやっぱさ、もう声出しも解禁だからさ、やっぱフェス感強まるよね、やっぱり。そう、なんか懐かしい気持ちになりそう。ね、夏いいです。こんばんは、こんばんは。コールあるとね、本当にね楽しいんですよね。だからコールってマジで偉大だなって思います。うん、すごい、なんかコールっていう文化を生んだ人すごいですね。ね、サマステコール抑えるとかめっちゃ言うだってサマステはだって結構六本木のど真ん中にあるから、いや住んでる人とかもいるわけよ。でだからなんとかヘルツを超えちゃいけないんだって、音。そうだから、なんとかヘルツまでは声出し大丈夫なの。そうね面白いよね、それも。ね、まあでも確かに本当になんかこうビル街、住宅街ではないけど、なんかその全然大音量が流れるわけがないみたいな、そのビル街にドンって急にサマステのステージ来るから、そう、それはねあるよね。近所のため、そう、こんばんは、こんばんは。去年のサマステのあれちゃんこと、わあ、ありがとうございます。え、なんか去年あれか、なんかポニーテールみたいなのした時や。え、懐かしい、あれから1年経つんだ、やばい。え、懐かしい。え、なんかもう1年経つんだね。え、やばいね、すごい、時の流れ早。お疲れ様です、お疲れ様です。夏といえばフェス、そうですね、夏といえばフェスですよね。全力でコールしたら音響監督が飛んできた時は笑った。え、そうなの、監督自ら、監督飛んできたんですか、やば。こんばんは、夢へのルートが良かったです、ありがとうございます。こうやって早いって思いながら人生終わっていくんだなめっちゃ深いな。いや、そう、マジ人生って感じだよね。
本当にマジ人生スイカかき氷桃あいいですね食べたいスイカ食べたい桃も食べたいかき氷でっかいもう本当にでかいやつ食べたいかき氷AKB オタク15周年目ですすごっすごい先輩だそうなんだし重ねるほど早くなるからね。米田級のかき氷、普通になんかかき氷屋さんとかにあるやつがいいです。かき氷屋さんのでっかいやつ。去年食べたピースってところがめっちゃ美味しかった。そうなの？行こう。ピースね。こんばんは。かき氷はもうなんだろう。お腹にもたまるし意外と。そう。ね、食べたい抹茶ね抹茶もいいよねいやかき氷食べたいですねこんばんはこんばんはよしじゃあ今日中に寝るためにそろそろ終わりにしたいと思います明日は生誕祭よろしくお願いしますではランキングを見ます13位のぶくんさん12位ポッターさん11位ポムさん10位ゆうじさん9位くまくまちゃんさん8位しみずさん7位のりあいね大福さん、6位 YC73 さん5位まいちゃんさん4位たっちゃん3代目さん3位たにさん2位やすさん1位あれが大好きあとあいね大福さんですありがとうございましたでは明日よろしくお願いします楽しみましょうバイバーイおやすみ